見て見て見て、これ誰か作ってくれた。嬉しい。うなちゃんって検索したら出てきたんですけど、これさ、この頭にかぶってるやつ、僕のアイコンのこの猫耳の部分、多分この YouTube のアイコン見て作ってくれたんでしょうね。あとね、曲がスプラトゥーンの BGM なんですけど、基本はねスプラトゥーンの動画いっぱい上げてるから、スプラトゥーンの印象が強いんだろうね。 BGM がスプラトゥーンになってます。いや、まさかさ、作ってもらえるとは思ってなかったし、別に動画でさ作ってくださいとか言ってるわけじゃないじゃないですか。たまたま、しかも俺調べたの、普段こういうこと調べないんだけど、でふと検索してみたら出てきたから、もう調べることも想定しないで作ってるでしょ。この子の気分で作ってくれてるわけだから、すごいびっくりしました。ちょっと思わず動画にしちゃいました。感動したので、もしかしたら探せば他にもあるかもしれない。こうやってねステージ作れると嬉しいですよね。本当にありがとうございます。そうなんですよ、うなちゃんってやったらまあ、こんな感じで出てくるんですけど、あれ？ゆなちゃん？